三方氏を要用する、秀吉、清ス会議の一場面、日本城郭資料館所蔵清ス城も二天使キ清ス、会議は、安土桃山時代の天正10年6月27日に、開かれた、織田家の軽視問題及び領地再分配に関する会議である。清ス会議の表記が使用される場合もある。天正10年6月の本能寺の変において、織田家前当主、織田信長は、 京都で家臣の明智光秀の謀反で自害し、信長の着難で、織田家当主であった織田信忠も二条信御所で切腹した。光秀は、山崎の戦いで敗れ逃亡中に撃たれ、織田家後継者を呼び、医療の配分を決定することを目的に、尾わ国清洲城で開催された。集まった織田家臣は、柴田勝家、庭長秀、橋場秀吉、池田詰良の4人で、 滝川和正は、直前の神奈川の戦いで、ご北上氏に惨敗し、信濃から異性敗走中で間に合わなかった。恥じて、不参加、あるいは、小田氏の勢力を関東から撤退させたことを理由に、参加を拒まれた、進行してきたご北上氏との最前線にいる。はずの和正が会議には参加できないと考えられて、初めから召集の対象とされていなかったとの説もある。 それぞれ聖子を交わしたが、直接の参加者の宿老四人だけでなく、織田信夫、織田信隆の二人の信長の上位の医師たちと、徳川家康の三人も、会議の決定に委任して、それに従う形で聖子を交わしていた。織田家の後継者問題では、信長の次男、織田信夫と三男、織田信隆が互いに後継者の地位を主張し、引かなかったため、秀吉がその隙をついて、勝家、 秀吉ら宿老たちが、事前に信長の着尊である三奉師を御名代とする、ことで双方が了解した。勝家も、秀吉の戸ぶらい合戦の功績に対抗できなかった。多門院日記にも、大むは、はしばのままのようになったと記している。一方、川澄大公記では、秀吉が三奉師を擁立し、勝家が信高を後継者に押して対立し、秀吉が席を立ち、 残された三人での話し合いで、勝家も矛を収めて三法師の家徳擁立が決まったとしている。四日後、与衛神が対面することになったが、その間に、秀吉が玩具で三法師を手名付けて、対面の場に三法師を抱いて秀吉が現れ、それに三重神が平服する形となったと記している。こうした通説に対して、柴博之は、そもそも、 信長の後継者である信忠に何かあれば、その着難である三法師が家督を継承することは、信長存命中からの方針で、家中に異論がなく、清洲城で会議が開かれたのも三法師が滞在している城だからであり、会議で問題になったのは三法師が成人するまで、名代を設置するか否かで、信夫と信孝の対立の焦点もそこにあったとしている。 信忠の同母弟であるが光秀討伐の功績のない、信夫と光秀討伐の功績はあるが三法師との血縁が薄く、三法師の後継者としての機種性を揺るがしかねない、信孝とでは、いずれも家中の納得を得られないため単独のなしろの設置は回避された、と、芝は説いている。つまり芝の指摘に従えば、清洲会議は、信長の後継者を決める会議ではなく、 信長の後継者である三法師がいる、清洲城に集まって、三法師を支える体制を決める会議であったということになる。結果として三法師が、織田家家督を継ぎ、叔父の織田信夫と信隆が、後見人となり、森役として、堀秀政がつき、これを執権として、橋場秀吉、柴田勝家、庭長秀、池田恒興の与衛心が補佐する体制ができた。 この体制に協力する形で、家康も参加していた。領地再分配では、次男、信は、尾張国を三男、信孝は、美濃国を相続し、信長の四男で秀吉の養子である、橋場秀勝は、明智光秀の丘陵である、丹波国を相続した。家臣谷へは、勝家は、越前国を安堵の上で、勝家の希望で秀吉の領地である、長浜城と、 北大見三軍十二万国の割動が認められ、長浜町は、養子の柴田勝というに与えられた。長秀は、若狭国を安土の上で、大見国の二軍を、常沖は、摂津国から三軍を、それぞれ加増された。新党主である三法師は、大見国坂田軍と安土城を相続し、秀吉には、河内国と山城国が増量され、丹波国も含めると二十八万国の加増になり、 勝つと逆転した。また、神奈川の戦いの後、工場を宇治政上杉影勝、そして、織田家の従属大名を状態となっていた徳川家康が、織田家の支配が動揺している旧武田両国に侵攻した。このうち、徳川家康から橋場秀吉ら、織田家重信に対して、旧武田両国への進出の了承を求めてきていた。重臣たちは当初は、 旧武田両国の奪還を方針としていたが、家康の申し入れを受けて、家康による旧武田両国の平定を容認することになった。ただし、これによって、滝川一正をはじめとする今回の決定によって、所領を失うことになる旧武田両国に与えられていた諸将への対応は決定されず、後日旧武田両国を家康に委ねたことを知った。 滝川一正から代わりの所領を要求されるが、重臣たちは会議で決定した、所領配分のやり直しもできずに結論が先送りされ、一正の不満を強めていくことになる。また、信夫が支配することになった、尾張国と信孝が支配することになった、美濃国の国境についても、両者の意見の対立があり、信孝の意見を支持する秀吉と信夫の意見を支持する、勝家が対立した。 最終的に、信夫の意見が会議の合意に基づいたものとして認められることになるが、これは信孝の不満を強めていく一因となった。清洲会議では、それまで、織田家の重心筆頭として最大の発言権を持っていた勝家の影響力が低下し、代わりに秀吉が重心筆頭の地位を占めるなど、織田家内部の勢力図が大きく塗り替えられた。 清須会議後に秀吉は三法師の森役の堀、秀政と組み、執権の庭長秀と池田常之を懐従し、秀吉陣営を形成する。これに、危機感を覚えた信鷹は、勝家と組んで、反秀吉陣営を構築し、会議から排除された滝川一正も加わり、お田家主義信たちは二分される。この会議において、織田家の後継者になろうとした。 織田信夫は北畠から織田に復製したため、北畠家は、明日ともに滅亡した。10月11日から15日、秀吉は、信長の葬儀を、橋場秀勝を立てて、模子として、大徳寺で挙行し、葬列では秀吉が信長の遺廃を持ち、信長の後継者として大きく世間の字幕を集めた。手筋で、岐阜城で三奉仕を抱えて離さない。 信孝の側に対抗するため、11月1日までに、秀吉は、信孝と勝家への無本を理由に、清洲会議の決定を破棄し、織田信夫を、織田家の家督に据えると勝家を除く三宿老のには、長秀と池田恒之との三者の合議で決めた。この決定は、清洲会議の体制に含まれる、家康の承諾も必要で、家康は、同年12月22日付で、 秀吉に信夫の家督相続に祝意を表す形で承認している。その後、秀吉と勝家は対立が深まっていき、翌年の静方家の戦いにつながり、秀吉の天下取りとなる。ありがとうございます。